はい。皆さん、こんにちは。渡辺グリフィッシュです。今回は、プレイステーションのゲーム、沈黙の艦隊。ドラマチックモードの続きをプレイしていきたいと思います。今回は、ボヤージ3。早速、始めていきましょう。選択肢です。前回、モルカ海峡でアメリカ軍と戦闘を行いました。まあ、それを見ていたのは誰かという問いに対してですが、1番、タツマミ、2番、コサック、3番、米元帥軍。ここはコサック選択していきます。有限30度、距離8000にスクリオン、アルファ級、早速ロシア軍が現れましたね。さらにその後方5000にロス級、これはロサンゼルス級の元帥ですかね。フローティングアンテナを追尾してくるロス級の2艦の前にたなびかせた場合どうなるかということですが、これはフローティングアンテナがスクリューに巻き込まれて機能を停止するという3番を選択していきましょう。深度900まで潜っているので、まあ、確かに、発射可能な魚雷は、まあ、我々もね、ないですけど、ロシアも持っていないということだと思います。こちらがロシアの潜水艦、レッドスコルピオンのソナーマンですね。そしてこちらが艦長。最新鋭の元帥、ヤマトとロシアのアルファ級の潜水能力比べですね。アルファ級の最大深度は1112を記録しているということです。
さて、レッドスコルピオン、ロシアのアルファ級が浮上していったということなので、我々も浮上していきましょう。まだ主導権はスコルピオンの方にある。潜る。サソリ脳から脱出するにはそれしかないということですね。なので、浮上ではなく、より深く潜ると。まあ、そういう選択を取ったようです。スコルピオン、魚雷発射管に注水音、深度300、距離4500、これは魚雷を撃ってきそうですね。スコルピオンが魚雷を発射したら、こちらも U ターン、干渉魚雷の方に向ける。魚雷に真正面から先行、魚雷に真正面から全速力で突撃、魚雷に真正面からデコイを発射。これは2番の魚雷の真正面から全速力で突撃です。戦士に記録のない戦いでアルファ級を無力化しようと、まあ、そういう作戦ですね。スコルピオンの放った魚雷に真正面から全速力で突撃。では総監の方に移っていきたいと思います。深度300で全速力、魚雷に向かって正面から突撃というアクションですね。魚雷を撃ってきましたね。では早速ですが、こちらは、まずは、深度を300まで下げて、全速力50まで上げていきましょう。右に旋回しつつ、深度300、50ノット、OK ですね。さて、魚雷が見えてきました。あれが敵の魚雷ですね。敵魚雷との衝突コース入りました。ということで、このまま行けば衝突するのかな。魚雷を無力化した上に衝突コースにそのまま全速力で突入と、ああいうシーンになっています。右舷前方にもう一艦。艦車はわかりませんが、距離3000ということで、2隻の潜水艦が展開しているということで、今戦闘しているレッドスコルピオンに加えて新たなロシア艦、
合計2隻を撃沈という、ミッションに移っていきそうです。結構ね、難しいので、ここからは、気合を入れてね、やっていきたいと思います。位置が特定できていないロシアの潜水艦がもう一艦どこかに潜んでいるということですね。では、まずちょっと、ボトムについて、敵の位置確認しましょう。索敵を開始します。方位044。敵艦。ああ、いましたね。まずは、索敵画面で敵の艦の位置確認しましょう。で、後方と前方をそれぞれ右舷側に、シエラ級、それと、アルファ級、2隻ですね。15ノットで、それぞれ深度470、101というところにいます。どっちから仕留めるかですよね。まずは、このまま行くとですね、魚雷を撃つのが難しそうなので、少し、深度を上げて、500まで上げて、20ノットぐらいまで速度を上げましょう。で、旋回しつつ、敵の正面に出るように変えていきます。どこにいるのか。いいところにいてくれると嬉しいんだけどな。うん。同じようなところに行きますね。これだと2艦同時に仕留められる可能性すらある。ん？敵が持ってきたな。こちらも撃つ。さらに撃ってきたな。デコイを撃ってる余裕はないので、ちょっと舵を切って、一旦逃げましょう。50ノットまで出して、逃げます。魚雷当てましたね。やっと当てた。さて、敵の横についてるので、ここで魚雷2本。当たってくれよ。当たった。敵の魚雷が来る。こっちの方が遅かったな。日本分魚雷注水した分、ちょっと遅かったですね、こっちの方がね。ただ、うまくお互いにかわした。お互いにかわしたっていう状況は、とんでもあんまりいいことではない気がするんですが。では、ちょっと速度を落として、ここの絶好のこの機会に魚雷を、フォーミングで、2本撃ちましょう。後ろから、来られるとまずいんですけど、どうだ？当たったかな？2本とも当たった。こちらにもちょっとダメージが出てしまったかもしれませんが、まずはスバッカ、撃沈ですね。ではちょっともう一隻、索敵からやり直しです。ま、残念ながらね、こちらにもノーダメージというわけにはいかず、ダメージが出てしまいましたけど、まずは一隻確実に仕留めましたね。と、とどめの一発。はい。残り17秒というところで、レッドスコルピオン、なんとか、撃沈できましたね。魚雷をだいぶ使ってしまいました。このドラマティックモードでは、ダメージとか魚雷とかあまり気にしなくてもいいというのはあるんですけども、この後ね、コンプリートモードとかをプレイする際にはね、やっぱりダメージ少なくいった方がいいと思うので、ドラマティックモードでしっかり相関技術を学んで、いきたいなというふうに思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。